手先から半分に折って、ガラ止まりのあたりまでしっかり半分に折ってしごいておきます。はい。ガラ止まりを左手で持って、そして前に回してきます。そして右手の方に、手先の方が来るような感じですね。はい。ガラ止まりを真ん中にして、手先が、左肩に上がる感じになります。ここでこう上がって、こうですね。ここの折り上げたところに左手の親指を入れて、そしてぎゅーっと締めます。で、これでもう一周巻きましたね。ぎゅーっと締めたらば、ちょっと止めておいて、少し幅出しをしていきます。幅出しは、こう巻いていくので、半分に折っているので、1周目、2周目で、4枚になるわけですね。ずらして幅を広くしてあげると前から見た時に綺麗なので、こう巻いてきて、ここが幅が広くなってるとこの内側のが見えないので、これを幅出しと言います。で、どのぐらい幅出しをするかっていうのはその方の体型とかにもよると思いますけども、やっぱり最低でも1センチは出した方がいいと思います。はい。帯板は下側に来る方が割と平らで、カーブがある方が上ですのでね、間違わないでください。はい。で、これを幅出しをして、左の方からこういう風に入れていくと入れやすいと思います。で、片方に寄らないように、だいたい真ん中に来るようにして、そしてこうぐっと空気を抜きながらしっかり締めていきます。はい。で、ここまで来たらもう2周曲げたので、こうやって止めたまんま締めても締まんないから、1回止めたやつは取って、そしてもう1回締めます。で、ここで締めるときは最初に押さえたここの折り曲げたところでもいいんだけど、ここを探すのが時間かかるようだったらば、この手先のこの脇、ここを持って、で、こっちは帯の下を持って、こうなってきて、こうですね、こう持って、こう、それでぐーっと締めます。この時に右後ろの方に自分が来て、こうやった方が締めやすいと思うので、そうするとこの横の位置で前が多少見えるので、ここでぐっと締めたら、こうやって指の先で締まっているかを確認します。帯はここじゃなくて下が締まらないとダメですね。はい。今回はここを手先と垂れ元を結んでしまう、縛ってしまうやり方をやるので、ぎゅーっと締めたらば、この辺にクリップをはめます。右腕に帯を乗せるっていうか、引っ掛けるようにすると、重い帯だと腕が疲れるので、こういう感じでやりますね、右腕に。そしたらこの止めたところから少し折り上げるようにしていきます。そして手先と結んでいくんだけれども、手先を真ん中よりも
ちょっと右側までずらしてきて、手先がこれだと、タレより上に来てる感じなので、手先の方を、下にします。手先が下、タレが上。そしてタレをこの間に下から通して、そうすると結べるので、そしてぎゅっと結っていきます。こういう感じになります。はいはい、次にお太鼓を作っていきますよ。タレ元をしっかり広げます。この結び目をぎゅっとしっかり広げて、タレ先から軽くこうやって、でそこに枕をこう当てます。そしたらこの残ってる部分を枕の上にかぶせる感じ、かぶしていきます。そうするとここが2枚になって二重太鼓になるわけですね。それで横から見た時に、タレ先よりも今のこのお太鼓部分になるところの方が10センチ強長い感じ、この感じにしておくとちょうどいい感じになります。そして長さを決めたらば、今度は帯山をきれいにしていきます。でこれはここがこの内側の背中につく部分がくしゃくしゃになりがちなので、ここを伸ばして、で枕の紐と枕の位置がずれないようにして、そしてこの指でこう内側を伸ばすようにして、で背中にくっつけます。で背中にくっつけるときに、下から枕の下を乗せて、そしてビタッと背中にくっつけるようにすると、まあ、プカプカ浮いたりしないので、こうやります。で指でしごいて、でこの紐を体に沿わせて前に持っていくと、ここに綺麗なカーブができます。でもちろん枕が真ん中にいなければ左右対称にならない。枕が真ん中にいるっていうことが大事ですね。そしてこの内側のシワシワを取って、でしごきながら脇をキューッと締めてくると、綺麗なカーブができます。はい、そしたら枕を前でしっかり結びます。枕の紐は中までギュッと入れてください。それで帯揚げをかけて、はい、次にお太鼓を完成させていきます。お太鼓の折り上げようとするところ、ここで、ここの位置はここよりも少し下ぐらいでいいと思います。でそれを決めて折っていくんだけど、胴に巻いてきたとこですね。でここから手先が下に出てるわけだけども、ここがどうしてもプカプカしてしまうんですね。なのでまあ一般的にはこうやってこっち側から手先を入れていく方が一般的かなとは思うんですけれども、そうするとここがこのプカプカが取れないので、これを
キュッと締めて、こっち側、こっち側にギュッと持ってきてあげるとこのたるみが取れるので、それでこっち側から入れるようにしたいと思います。これは別にどっちじゃなきゃいけないってことはないので、そうするとここでこっちからこう入れる、なのでこうして、そしてここを持ち上げて、でこうなるわけです。でここの折り上げたやつがはみ出さないようにまっすぐにして、で手先は2センチぐらい出した方がいいですね。こっち側がパカパカするので、こっち側は余ってる部分をキュッと内側に入れます、はい、そして帯締めを締めます。ちょっとこれ畳んでる時の畳み地場がちょっとあんまり良くないところに出てきちゃってますけれども、このお太鼓の部分に出てきちゃうようなところには畳み地場がつかないようにしとくといいと思います。はい、二重太鼓ですので普通の、名古屋帯の一重太鼓よりは少し大きく豪華な感じで作られるといいと思います。